2023年8月9日に韓国で正式デビューした韓国ボーイズグループ N スサインが東京有明アリーナでの単独公演バース・オブ・コスモを開催した N スサインアリーナ公演が成功裏に終了写真7枚公演は11日と12日で計3公演を行われ11日の一部にはスペシャルゲリラコンサートを開催ゲリラコンサートは 2000年代初頭に放送されていた韓国の放送局 MBC1 やゲリラコンサートから着想を終えたスペシャル公演としてメンバーたちは観客の数を知らずに目隠しをした状態でスタッフの案内を受けてステージに登場した。その後、目隠しを外した彼らはアリーナ公演場を埋め尽くした観客の歓声に涙を流しながら感動のステージを披露した。うー で、オープニングを飾った N スサインは様々なゲームやトークを行い、ファンと交流。また、多彩なソロ公演を通じてメンバーそれぞれの魅力を披露し、120分余りの時間を充実させた。続いて、11日の2部と12日のスペシャルライブで再びステージに登場した彼らは、オープニングステージとして、マームホール、ニュートラック、ロックバージョンを披露。 宇宙船に乗って降りてきたかのようなステージを演出し、ファンの熱い歓声を受けた。また、バウンス、ソルティ、ビューティフルなど、多くのファンに愛されている曲を次々と披露し、会場の熱気を一気に引き上げた。N スサインの特別なステージは続いた。カズタ、ハンジュン、ジュニョク、ソンユン、ロレンス、ヒオンの、ファイトフォーユアライト、エディーとロビン、ドハの、100マイルスランニング、など、 ユニットステージはもちろん、カズタのソロステージまで様々な構成でファンを楽しませた。特に130人のダンサーと共に、ワームホール、ルシファー、ライジングさん、ニードユー、でステージをさらに華やかに飾り、会場を沸かした。アンコール曲としては、今月29日発売の日本デビューシングルのタイトル曲、ニュースターを初公開し、3時間に及ぶ公演は締めくくられた。 2日間計3回の公演で多くの観客と交流し、大型新人としての存在感を改めて証明した。アリーナ公演を成功させた N スサインは、所属事務所を通じて、デビューして間もないのに、こんなに大きな会場でステージを披露することができてとても幸せでした、と感想を述べた。続けて、僕たちの挑戦に力を与えてくれたファンの皆さんに改めて感謝と愛を伝えたい。 アリーナコンサートを通じ、さらに成長した姿をお見せするので、多くの関心を寄せてほしいです、と伝えた。公演概要、N スサインファーストアリーナコンサートバースオブコスモ、日時、11月11日、土曜日、12日、日曜日会場、有明アリーナ、セットリストより大きい VCR1 イントロ1。ワームホール、ロックバージョン、2、バウンス、3、ソルティフォー、 ソリーソリースーパージュニアカバー VCR2